伊豆の踊り子、川端康成。一、道がつづら折りになっていよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい速さで麓から私を追ってきた。私は20歳、高等学校の制帽をかぶり、紺がすりの着物に袴を履き、学生カバンを肩にかけていた。一人、伊豆の旅に出てから4日目のことだった。修善寺温泉に一夜泊まり、湯ヶ島温泉に2夜泊まり、そして朴葉の高桁で天城を登ってきたのだった。重なり合った山々や原生林や深い渓谷の秋に見とれながらも、私は一つの期待に胸をときめかして道を急いでいるのだった。そのうちに大粒の雨が私を打ち始めた。折れ曲がった急な坂道を駆け上った。ようやく峠の北口の茶屋にたどり着いて、ほっとすると同時に私はその入り口で立ちすくんでしまった。あまりに期待が見事に的中したからである。そこに旅芸人の一行が休んでいたのだ。突っ立っている私を見た踊り子がすぐに自分の座布団を外して裏返しにそばへ置いた。ええ、とだけ言って私はその上に腰を下ろした。坂道を走った息切れと驚きとで、ありがとうという言葉が喉に引っかかって出なかったのだ。踊り子と間近に向き合ったので、私は慌て、たもとからタバコを取り出した。踊り子がまた、連れの女の前のタバコ盆を引き寄せて、私に近くしてくれた。やっぱり私は黙っていた。踊り子は17くらいに見えた。私にはわからない。古風の不思議な形に大きく髪を結っていた。それが卵型の凛々しい顔を非常に小さく見せながらも、美しく調和していた。髪を豊かに誇張して描いた、廃止的な娘の絵姿のような感じだった。踊り子の連れは、40代の女が一人、若い女が2人、他に長岡温泉の宿屋の印番店を着た25、6の男がいた。私はそれまでにこの踊り子たちを2度見ているのだった。最初は私が湯ヶ島へ来る途中、修善寺へ行く彼女たちと湯ヶ橋の近くで出会った。その時は若い女が3人だったが、踊り子は太鼓を下げていた。私は振り返り振り返り眺めて、旅情が自分の身についたと思った。それから湯ヶ島の2日目の夜、宿屋へ流してきた。踊り子が玄関の板敷きで踊るのを、私ははしご段の中途に腰を下ろして、一心に見ていた。あの日が修善寺で、今夜が湯ヶ島なら、明日は天城を南に越えて、湯ヶ野温泉へ行くのだろう。天城七里の山道できっと追いつけるだろう。そう空想して道を急いできたのだったが、雨宿りの茶屋でぴったり落ち合ったものだから、私はどぎまぎしてしまったのだ。間もなく茶店のばあさんが、私を別の部屋へ案内してくれた。平常用はないらしく、図書寺がなかった。下を覗くと美しい谷が目の届かないほど深かった。私は肌に青粒をこしらえ、カチカチと歯を鳴らして身震いした。茶を入れに来たばあさんに寒いと言うと、おや旦那様、お濡れになってるじゃございませんか。こちらでしばらくお渡りなさいまし。さあ、お召し物を
お乾かしなさいまし、と手を通るようにして自分たちの居間へ誘ってくれた。その部屋は炉が切ってあって、障子を開けると強い火気が流れてきた。私は敷居際に立って躊躇した。水死人のように全身青ぶくれのじいさんが炉端にあぐらをかいているのだ。瞳まで黄色く腐ったような目を物上に私の方へ向けた。身の回りに古手紙や紙袋の山を築いて、その紙くずの中に埋もれていると言ってもよかった。到底生き物と思えない山の怪奇を眺めたまま、私は棒立ちになっていた。こんなお恥ずかしい姿をお見せいたしまして、うちのじじいでございますから、ご心配なさいますな。お見苦しくても動けないのでございますから、このままで堪忍してやってくださいまし。そう断ってからばあさんが話したところによると、じいさんは長年中風を患って、全身が不随になってしまっているのだそうだ。神の山は諸国から中風の養生を教えてきた手紙や諸国から取り寄せた中風の薬の袋なのである。じいさんは峠を越える旅人から聞いたり、新聞の広告を見たりすると、その一つをも漏らさずに、全国から中風の療法を聞き、バビ薬を求めたのだそうだ。そしてそれらの手紙や紙袋を一つも捨てずに、身の回りに置いて眺めながら暮らしてきたのだそうだ。長年の間にそれが古ぼけた保護の山を築いたのだそうだ。私はばあさんに答える言葉もなく、いろりの上にうつむいていた。山を越える自動車が家を揺すぶった。秋でもこんなに寒い。そして間もなく雪に染まる峠を、なぜこのじいさんは降りないのだろうと考えていた。私の着物から湯気が立って、頭が痛むほど火が強かった。ばあさんは店に出て、旅芸人の女と話していた。そうかねえ、この前連れていた子がもうこんなになったのかい。いいあんこになって、お前さんも結構だよ。こんなに綺麗になったのかねえ。女の子は早いもんだよ。小一時間も経つと、旅芸人たちが入れ立つらしい物音が聞こえてきた。私も落ち着いている場合ではないのだが、胸騒ぎするばかりで、立ち上がる勇気が出なかった。旅慣れたと言っても、女の足だから、十丁へ二十丁遅れたって、一走りに追いつけると思いながらも、炉のそばでイライラしていた。しかし、踊り子たちがそばにいなくなると、かえって私の空想は解き放たれたように、生き生きと踊り始めた。彼らを送り出してきたばあさんに聞いた。あの芸人は今夜、どこに泊まるんでしょう。あんなものをどこで泊まるやらわかるものでございますか、旦那様。お客があればあり次第、どこにだって泊まるんでございますよ。今夜の宿のあてなんぞ、ございますものか。甚だしい軽蔑を含んだばあさんの言葉が、それならば踊り子を今夜は私の部屋に泊まらせるのだ、と思ったほど、私を煽り立てた。雨足が細くなって、峰が明るんできた。もう十分も待てば、きれいに晴れ上がるとしきりに引き止められたけれども、じっと座っていられなかった。おじいさん、お大事になさいよ。寒くなりますからね。と私は心から言って立ち上がった。じいさんは黄色い目を重そうに動かしてかすかにうなずいた。
旦那様、旦那様と叫びながら、ばあさんが追っかけてきた。こんなにいただいてはもったいのうございます。申し訳ございません。そして私のカバンを抱きかかえて、渡そうとせずに、いくら断ってもその辺まで送ると言って、承知しなかった。一丁ばかりもちょこちょこついてきて、同じことを繰り返していた。もったいのうございます。お粗末いたしました。お顔をよく覚えております。今度お通りの時にお礼をいたします。この次もきっとお立ち寄りくださいまし。お忘れはいたしません。私は50銭金貨を1枚置いただけだったので、痛く驚いて、涙がこぼれそうに感じているのだったが、踊り子に早く追いつきたいものだから、ばあさんのよろよろした足取りが迷惑でもあった。とうとう峠のトンネルまで来てしまった。どうもありがとう。おじいさんが一人だから帰ってあげてください。と私が言うと、ばあさんはやっとのことで、カバンを離した。暗いトンネルに入ると、冷たい雫がポタポタ落ちていた。南伊豆への出口が前方に小さく明るんでいた。2、トンネルの出口から白塗りの柵に片側を縫われた峠道が稲妻のように流れていた。この模型のような展望の裾の方に芸人たちの姿が見えた。六丁と行かないうちに私は彼らの一行に追いついた。しかし急に歩調を緩めることもできないので、私は冷淡な風に女たちを追い越してしまった。十軒ほど先に一人歩いていた男が私を見ると立ち止まった。お足が早いですね。いい塩梅に晴れました。私はほっとして男と並んで歩き始めた。男は次々にいろんなことを私に聞いた。二人が話し出したのを見て、後ろから女たちがバタバタ走り寄ってきた。男は大きい柳氷を背負っていた。四十女は子犬を抱いていた。上の娘が風呂敷包み、中の娘が柳氷、それぞれ大きい荷物を持っていた。踊り子は太鼓とその枠を覆っていた。四十女もポツポツ私に話しかけた。高等学校の学生さんよ、と上の娘が踊り子に囁いた。私が振り返ると笑いながら言った。そうでしょう。それくらいのことは知っています。島へ学生さんが来ますもの。一行は大島の羽生の港の人たちだった。春に島を出てから旅を続けているのだが、寒くなるし、冬の用意はしてこないので、下田に10日ほどいて、伊東温泉から島へ帰るのだと言った。大島と聞くと私は一層詩を感じて、また踊り子の美しい髪を眺めた。大島のことをいろいろ尋ねた。学生さんがたくさん泳ぎに来るね、と踊り子が連れの女に言った。夏でしょ？と私が振り向くと、踊り子はどぎまぎして、冬でも、と小声で答えたように思われた。冬でも？踊り子はやはり連れの女を見て笑った。冬でも泳げるんですか？と私がもう一度言うと、踊り子は赤くなって、非常に真面目な顔をしながら、軽くうなずいた。バカだ、この子は。と四十女が笑った。湯河の間では、河津川の渓谷に沿って、三里余りの下りだった。峠を越えてからは、山や空の色までが南国らしく感じられた。私と男とは絶えず話し続けてすっかり親しくなった。おぎのりや
梨本なぞの小さな村里を過ぎて、湯ヶ野の藁屋根がふもとに見えるようになった頃、私は下田まで一緒に旅をしたいと思い切って行った。彼は大変喜んだ。湯ヶ野の吉人宿の前で四十女が、ではお別れという顔をした時に、彼は言ってくれた。この方はお連れになりたいとおっしゃるんだよ。それはそれは、旅は道連れ、世は情け。私たちのようなつまらないものでも、お退屈しのぎにはなりますよ。まあ上がってお休みなさいまし。と無造作に答えた。娘たちは一時に私を見たが、至極何でもないという顔で黙って、少し恥ずかしそうに私を眺めていた。みんなと一緒に宿屋の2階へ上がって、荷物を下ろした。畳や襖も古びて汚かった。踊り子が下から茶を運んできた。私の前に座ると、真っ赤になりながら手をブルブル震わせるので、茶碗が茶卓から落ちかかり、落とすまいと畳に置く拍子に茶をこぼしてしまった。あまりにひどいはにかみようなので、私はあっけに取られた。まあ、いやらしい、この子は。色気づいたんだよ。あれあれ、と四十女が呆れ果てたというふうに眉をひそめて手ぬぐいを投げた。踊り子はそれを拾って窮屈そうに畳を拭いた。この意外な言葉で私はふと自分を顧みた。峠のばあさんに煽り立てられた空想がポキンと折れるのを感じた。そのうちに突然四十女が、書生さんの紺がすりは本当にいいねと言ってしげしげ私を眺めた。この方のかすりは民事と同じ柄だね。ね、そうだね。同じ柄じゃないかね。そばの女に幾度もダメを押してから私に言った。国に学校行きの子供を残してあるんですが、その子を今思い出しましてね、その子のかすりと同じなんですもの。この節は紺がすりもお高くて本当に困ってしまう。どこの学校です？尋常5年なんです。へえ、尋常5年とはどうも。甲府の学校へ行ってるんでございますよ。長く大島におりますけれど、国は甲斐の甲府でございましてね。1時間ほど休んでから、男が私を別の温泉宿へ案内してくれた。それまでは私も芸人たちと同じ吉人宿に泊まることとばかり思っていたのだった。私たちは街道から石ころ道や石段を一丁ばかり降りて、小川のほとりにある共同湯の横の橋を渡った。橋の向こうは温泉宿の庭だった。そこの内湯に浸かっていると、後から男が入ってきた。自分が24になることや、女房が二度とも流産と早産とで子供を死なせたことなどを話した。彼は長岡温泉の印番店を着ているので、長岡の人間だと私は思っていたのだった。また顔つきも話しぶりも相当知識的なところから、物好きが芸人の娘に惚れたかで、荷物を持ってやりながらついてきているのだと想像していた。湯から上がると私はすぐに昼飯を食べた。湯ヶ島を朝の8時に出たのだったが、その時はまだ3時前だった。男が帰りがけに庭から私を見上げて挨拶をした。これで柿でもお上がりなさい。2階から失礼。と言って私は金包みを投げた。男は断って行き過ぎようとしたが、庭に紙包みが落ちたままなので引き返してそれを拾おうと、こんなことをなさっちゃいけません、と放り上げた。それが
藁屋根の上に落ちた。私がもう一度投げると、男は持って帰った。夕暮れからひどい雨になった。山々の姿が遠近を失って白く染まり、前の小川がみるみる黄色く濁って音を高めた。こんな雨では踊り子たちが流してくることもあるまいと思いながら、私はじっと座っていられないので、二度も三度も湯に入ってみたりしていた。部屋は薄暗かった。隣室との間の襖を四角く切り抜いたところに鴨居から電灯が下がっていて、一つの明かりが二室兼用になっているのだった。トトントントン、激しい雨の音の遠くに太鼓の響きがかすかに生まれた。私はかき破るように雨戸を開けて体を乗り出した。太鼓の音が近づいてくるようだ。雨風が私の頭を叩いた。私は目を閉じて耳を澄ましながら太鼓がどこをどう歩いてここへ来るかを知ろうとした。間もなく三味線の音が聞こえた。女の長い叫び声が聞こえた。にぎやかな笑い声が聞こえた。そして芸人たちは、キチン宿と向かい合った料理屋のお座敷に呼ばれているのだと分かった。二、三人の女の声が、三、四人の男の声とが聞き分けられた。そこが済めば、こちらへ流してくるのだろうと待っていた。しかし、主演は陽気を超えて、バカ騒ぎになっていくらしい。女の金切り声が時々稲妻のように闇夜に鋭く通った。私は神経を尖らせて、いつまでも戸を開けてままじっと座っていた。太鼓の音が聞こえるたびに胸がほーっと明るんだ。ああ、踊り子はまだ宴席に座っているのだ。座って太鼓を打っているのだ。太鼓が止むとたまらなかった。雨の音の底に私は沈み込んでしまった。やがて皆が追っかけっこをしているのか、踊り回っているのか、乱れた足音がしばらく続いた。そしてピタと静まり返ってしまった。私は目を光らせた。この静けさが何であるかを闇を通して見ようとした。踊り子の今夜が汚れるのであろうかと悩ましかった。雨戸を閉じて床に入っても胸が苦しかった。また湯に入った。湯を荒々しくかき回した。雨が上がって月が出た。雨に現れた秋の夜がさえざえと明るんだ。裸足で湯殿を抜け出していったってどうともできないのだと思った。二時を過ぎていた。三、明くる朝の九時過ぎに、もう男が私の宿に訪ねてきた。起きたばかりの私は、彼を誘って湯に行った。美しく晴れ渡った南伊豆の小春日和で、水かさの増した小川が、湯殿の下に暖かく日を受けていた。自分にも昨夜の悩ましさが夢のように感じられるのだったが、私は男に言ってみた。夕べはだいぶ遅くまで賑やかでしたね。なあに、聞こえましたか。聞こえましたとも。この土地の人なんですよ。土地の人はバカ騒ぎをするばかりで、どうも面白くありません。彼があまりに何気ない風なので私は黙ってしまった。向こうのお湯にあいつらが来ています。ほれ、こちらを見つけたと見えて笑っていやがる。彼に指さされて私は川向こうの共同湯の方を見た。湯気の中に七八人の裸体がぼんやり浮かんでいた。ほのぐらい湯殿の奥から突然裸の女が走り出してきたかと思うと、脱衣場の突っ放に川岸へ飛び降りそうな格好で立ち、両手をいっぱいに伸ばして
何か叫んでいる。手ぬぐいもない、真っ裸だ。それが踊り子だった。若霧のように足のよく伸びた白い羅針を眺めて、私は心に清水を感じ、ほーっと深い息を吐いてからことこと笑った。子供なんだ。私たちを見つけた喜びで、真っ裸のまま日の光の中に飛び出し、つま先で精一杯に伸び上がるほどに子供なんだ。私はほがらかな喜びでことことと笑い続けた。頭が拭われたように澄んできた。微笑みがいつまでも止まらなかった。踊り子の髪が豊かすぎるので、十七八に見えていたのだ。その上、娘盛りのようによそわせてあるので、私はとんでもない思い違いをしていたのだ。男と一緒に私の部屋に帰っていると、間もなく上の娘が宿の庭へ来て、菊畑を見ていた。踊り子が橋を半分ほど渡っていた。四十女が共同湯を出て二人の方を見た。踊り子はきゅっと肩をつぼめながら、叱られるから帰ります、というふうに笑って見せて、急ぎ足に引き返した。四十女が橋まで来て声をかけた。お遊びにいらっしゃいまし。お遊びにいらっしゃいまし。上の娘も同じことを言って、女たちは帰っていった。男はとうとう夕方まで座り込んでいた。夜、紙類を下ろして回る行商人と碁を打っていると、宿の庭に突然太鼓の音が聞こえた。私は立ち上がろうとした。流しが来ました。つまらない、あんなもの。さあさあ、あなたの手ですよ。私、ここへ打ちました。と碁盤を突っつきながら、神谷は勝負に夢中だった。私はそわそわしているうちに、芸人たちはもう帰り道らしく、男が庭から、こんばんは、と声をかけた。私は廊下に出て手招きした。芸人たちは庭でちょっとささやきあってから、玄関へ回った。男の後ろから、娘が三人、順々に、こんばんは、と廊下に手をついて、芸者のようにお辞儀をした。碁盤の上では急に私の負け色が見え出した。これじゃあ仕方がありません。投げですよ。そんなことがあるもんですか。私の方が悪いでしょう。どっちにしても細かいです。神谷は芸人の方を見向きもせずに碁盤の目を一つ一つ数えてから、ますます注意深く打っていった。女たちは太鼓や三味線を部屋の隅に片付けると、将棋盤の上で五目並べを始めた。そのうちに私は勝っていた碁を負けてしまったのだが、神谷は、いかがです、もう一席、もう一席願いましょう、としつこくせかんだ。しかし私が意味なく笑っているばかりなので、神谷は諦めて立ち上がった。娘たちが五番の近くへ出てきた。今夜はまだこれからどこかへ回るんですか？回るんですが、と男は娘たちの方を見た。どうしよう。今夜はもうよしにして遊ばせていただくか。嬉しいね、嬉しいね。叱られやしませんか？なあに、それに歩いたってどうせお客がないんです。そして、五目並べ謎をしながら、十二時過ぎまで遊んでいった。踊り子が帰った後はとても眠るそうもなく、頭がさやざやしているので、私は廊下に出て呼んでみた。神谷さん、神谷さん。よー、と六十近いじいさんが部屋から飛び出し、勇み立って言った。こんばんは、徹夜ですぞ。打ち明かすんですぞ。私もまた非常に好戦的な気持ちだった。